久しぶり。元気ですか、グラさん。ああ、すげえ久しぶり、びっくりした。おはようございます。スネーク以来ですよ、グラさん。あ、そうだよね。あ、元気ですか。あ、元気、まあ、ぼちぼちです。ぼちぼち、あの、差し入れでございます。ありがとうございます。すごいいっぱいじゃない。いいね、やべ疲れた。ありがとうございます。ベースのジョージ。あ、うん、私はよく存じております、はい。多分知らないと思いますけど。何年ぶりなんですか。え、何年ぶりだろう、こう来たの。まあ、分かんないぐらい。15年ぐらい。いや、でもそのぐらいになるかな。今もうだって56だべ。あの時まだ40。スネーク何歳だよ、40ぐらい。だからもう15、6年。あ、やっぱそうっすよね。やばいね。やばいですよね。いや、カニさん何年ぶりだよな。やべえ、もう全然いつぶり？あ、なんか全然毎週のように俺あのあれやってみる。全然全然プランニングしないんだけど。あれなんで？あ、まあ配信だけはちょっと見れなかったりしてるけど、で全部見てる。ああ、見てるからってこと。見てるよ。ありがとうございます。全然インスタも見てるから合ってない気がしないよね。ああ。で、俺もカニさんがいつもなんか料理をあれしてるのよく見てるけど。ライブはやばいんでしょ、私。全然いいよ。あ、大丈夫なの？全然もう、あの、うちのバンドなんで。配信もやってるけどね、今日。配信もやってるし。あ、もう今見れんだ。これ今のバンド？今始まった2バンド目。2バンド目だ。え、どうやって見るんですか？これね、ツイキャスのリンクを有料のやつ。有料なんだけど、メンバーには。あー、あの、招待 URL みたいな感じ。招待 URL。この間年末やったけど、各種ポーズでパタ来たんでしょ。パタ来たの。パタがゲストで2曲。もともとなんかそのアーリー先輩とメタルハマージャパンっていう雑誌で対談の企画があった。その時にパタとハーリーも何十年か分に会って、年末多分パタ見に来いよって言ったら、じゃあギター持って遊び行くみたいな話になって、じゃあなんかやる？あ、モモダイトでもやろうかみたいな話になって、で、ワンマンだし別にいいんじゃないの？うん。できる。ハーネスの人とか前はいたね。パタと昔ぶりに会って。何十年ぶりだな。だってあの人ってさ、西船とかあの辺だね。だよね。だってメディアのジュディってバンドで、メディアのデモテープ持ってるって言ったらしいよ。ジュニアに言ってたらしい。俺持ってるよって。まあ若い頃だよ。ジュニアがね。怖いよね。いや。これまたあれなの？塗装あれなの？これは塗装ね。うん、なんか落下だからかな、クラッキング入ってきちゃったよね。もうまだなんでこんないつもオールドみたいになるの？いや、これ上でも普通の塗装で、落下かっこいいんだけど。落下なのかな？落下じゃないです、これは。違うんですか？なんでこうなんの？わかんない。元は白かったんだよ、これ。かっこいいじゃん。なんかクリームの。何これ？ちいかわ。これはカスタムなんだけど、もともとこのアローっていうのが USB に出てるんですね。それをなんか私用にカスタムで作ってる。かっこいいね。うん、でそれを最近これが割とメインで、今さ、うちの多分俺のこと知らないと思いますけど、はい、はい、こんにちは。はじめまして。はじめまして、木村浩二と思います。いや、多分ね、多分でもスネークってバンドでずっと使ってたくれた。で、昔高校生の頃同級生。昔メディアってか、5本目俺も好きです。多分あれです。あの、そうね、中学が一緒だった当時とタボとかタムラとか、ああ、いろんな出会いがあって で高校が一緒だったわ。でもう一人ベースで飯塚ってやつがいて、あとあずさってやつもいたんだけど、死んじゃった2人で、最初に死んじゃったけど。でもこうじゃあれ以来だよ、飯塚の。ああ、かもね。あと、お墓行かなきゃ。俺もう必ず行ってるからさ。あの墓参りのこう帰り道だから、あの自分の歌詞はね。そう。あの、あれですよ。ギャラはないですよ。ユナイテッドの宣伝ということで。じゃあね。じゃあちょっと遠い方がいいか。前も、なんかね、番組あったんだよね、テレビのね。そうそう。その時は、なんか実際にアシスタントの女の子もいて、あ、そう、そこでみんな出てよって言われて、あ、そうね、そういえばね、あれももう7弦だったから、あの、もしかするとだけど、
もうメディアが解散する時の一番最後の対バンがディメンションだったんだよ。で、俺たち全然人気なかったのに、トリーニーやんなよって言われて、すいませんみたいな。そうだよね。そう。あ、やっぱそうだったんだ。俺ね、その記憶がさ、定かじゃなかったんだけど、すげえありがたいお言葉を。最後なんだからやんなよ。ボーカルがレーベル立ち上げて、はいはいはい。で、俺はちょっとそこから出した。あれだよ、だから、きょうちゃんとやった時も、原ちゃんにドラム頼んだから。ああ、バラ。そう、バラ。バラの前だったの、ね。バラの前か。俺が辞めてからバラって名前になったって。あ、そうなの？うん、コメントで知った。あ、そうなのみたいな。バラじゃなかったんだ。そうそうそう。ちょっとね、今ね、こんな状況なんですよ。映り方が今。だから、どうしましょうか。もっと近寄るか、遠くから撮るか。そうなんだよね。あのよろしくお願いします。ユナイテッドでしたーってありがとうございました。ありがとうございます。すいません、長々と。で、夜いつも土曜日7時にアップするのね、うん、で、翌朝5時ぐらいにも目覚めちゃうから、で、ダイエットそうですね、ダメなんですよ、ジジイだからね。いや、でも一番古いので日本で原崎さんだわ。そうでね、なんかね、何って朝さ、だいたい1500回ぐらい再生されてると、お、今回の動画いいなって感じなんだけど、高崎さんはね、もう5000回とか言ってたの、1500回で相当いいのに、はい、そう、一晩で、まあ、びっくりしちゃって。俺行けなかったんだ。え、カネさん行かなかったっけ。俺行ってないね、あれ。あれ田村と浩司さんと誰行ったんだ。ラウドです。ラウドで。そうです、あの浅草、あ、だって浅草行って田村たちと革ジャン買ってラウダさんの T シャツ着て行ったんだもん。長谷川さんも確か行ってます。長谷川さんも行ってる。松岡さんも行ってたよね。だから俺行ってないのよ。あ、カニさん行ってない。あれ、ヤオンからなんだよ。そう、ヤオンに行ったのは覚えてる。今でヤオン、またヤオン行ったけど、うん、なんで俺も行ったかったなぁなんて思ってたけど、その頃まだベイジーだろうね。そうね、ちょっとなんか、まあ、デビューライブだったしね、あれ。ファーストは聞いて、もちろんポジティブの八百屋の裏のさ、ハリオンと聞いたけど、衝撃だったよね。衝撃。いや、すいません、ありがとうございました。いい、申し訳ないです、なんかね、貴重なお時間を。お疲れ様です。開けますよ。私じゃないけど、どうぞ。あ、どうぞ、もうここが楽屋です。お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、はい、宣伝します。今日トップに行くんで、アークロイヤルと。あ、どうも、はじめまして。あ、多分ジョージ来てたのって、うちのアキラが言ってた。もう帰っちゃった。なんとでもやりますよ、うちのチャンネルは。あの、YouTube だサウンドロケット TV のチャンネル。まあ、ジャパネタばっかりですけど。私の高校の同級生なんで。今、コマンと今のジャパネタバンドに行って、ちょっと潜入レポート。ジャパネタ自分の作業タイムでちょっとインタビューできないと。今日は来たんで見てもらいたかった。これ見てました。あ、あの、見てください。続きました。すみません、ありがとうございます。何でかけてもない。そうだね、あれ出てもさ、なんかね、いいね、ほんとマジほんとかっこいい。新しい方がそうなの。理由でこれ買ったの。でもこれももう7年、8年ぐらい。あ、そんな使ってんの。使ってんすよ。もぐやまさん亡くなった時ぐらいかな。今日も一晩なんですけど、そういう楽しみですね。ライブアップですね。行くのがね、ちょっと長いんですよ。あ、そうなんだ。これね、だから俺がここに当たるちょうどよくハマっちゃって、こういうのもそうですよ、本番。そうね、そうです。あれがここになるとね、前の部位に戻れないみたいで、ああ、引きやすい。うちのこうやって安定して立って左足の、立って左足の安定感が、うん、もう
カンさん V 何個持ってんの今。家に ESP だけで10本ぐらいあるかな。すげえな。あ、10本もないかな。6弦、今じゃ使わなくなってしまって6弦とかあるから。もう V しか弾かないの基本は。うん、バンドではね。あ、バンドではもうこの形じゃないとダメ。あ、そうだ、ハウリー紹介してなかったよね。そうです、紹介してないです。どうも、あ、どうも。メディアの坊主です。どうも。なんかメディアのすごく大昔に対応にそう、そう、あの当時ありがとうございました。本当にメディアの解散ライブの対番がデメンシャだった。そうだったの。そうで、順番をデメンシャが先にやってくれたとか言って。俺そう、あの時もうほとんどなんかで一緒に。そうですね、うん、で全然人気がないのに、いやいや解散なんだから取りやんなよとかってわざわざ。ありがとうございます。非常によく覚えてます。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございます。同級生。あ、そうなんだ。中学校高校だね。あ、そうですね、高校で。ちょっと歌詞はあるね。で、その今日はバンドの紹介とかも。あ、すごいですよ。よろしくお願いします。チャンネルの登録者数が、懐かしいですね。ねえ、本当懐かしいですよ。まだ35年ぐらい前だよ。そうですね。まだ10代だったのですよ。そうそう。10代、ね、だってエクスプロージョン出たのは俺、まあ、10代ですよね、完全に。35年、もっと前、36、7年前だよ。やばいっすね。やばいよ。そのことまさかまだこんなことやってると思わなかった。いや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 、もう素晴らしいことで。おじさんが今から一から曲作って。そう、ボーカルがヤスなんです。ああ、そうなんだ。レアリティなクラウドナインがやってくれて、うん、とりあえず2人でスタートしてる感じで。そうです。これも今から一個バンド立ち上げるなんて。もう茨城県守谷市で、サウンドスタジオオズというお店をやっております。バンドやってる人たちは皆さん、来てください。潰れます。潰れる前に来てください。よろしくお願いします。お願いします。で、酒をまた飲むようになったら、しばらくは本当ね、1ヶ月近く酒やめてた。やめれるな、このままと思ったけど。カンさん、タバコは吸わない。タバコ吸わない。結構前にやめた。すごい。20年ぐらい前。あ、俺より前にやめてんだ。俺まだ10何年だ。マルボロが250円の時。あ、じゃあ相当前だ。うん、20年経ってないかも。でもまあそれぐらい。タバコは吸いたいだと思わないね。うん、ね、全然ね。も俺も最近だって苦せえと思うもん。人が吸ってる。人が吸ってるのは辛いから。カニさん、はい、ちょっとお邪魔そうだからあっち行きますわ。うん、なんか申し訳なくて。カニさん、じゃあ向こうで見ます。うん、よろしく、うん。ありがとうございました。うん、ありがとうね。うん、また、うん。またじゃあ。ありがとうございました。ありがとうございました。見て終わったら帰っちゃうんで、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、じゃあ、見て終わったら帰りますので、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、すみません、見て終わったらちょっとそのまま帰っちゃうんですけど。あ、はい。ありがとうございました。カニさんもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。よろしくお願いします。あ、はい。失礼します。